今日はですね、久しぶりの、バーバーズキッチン。あ、ごめんなさい、すいません。よっしゃー、美味しそう、できましたー。エビ好きだね。うまっ。おいしい。おいしい。3つです。花輪チャンネル。どうも、花輪でございます。今日はですね、久しぶりの、バーバーズキッチンということでございましたね。ちょっとママがお出かけしてるっていうこともありまして、もうすぐ帰ってきますけど、お母さんが料理を作ってくれるということでございまして、ありがとうございます。すいません。何を作ってくれるんでしょうか。五目ちらし寿司。あら、いいですね。五目ちらし寿司。たけのこの味噌煮。あ、いいですね。たけのこの味噌煮と、五目ちらし寿司。いいですね。そういうお食がね。はいはいはい。花輪チャンネル。これはもう戻してる感じで、新鮮魚を戻してる感じで。これは今、これタケノコ？タケノコね、生だから今ちょっと湯がいてる。あ、ちょっと柔らかくしてる。こっちはね、こっちはいいんだけど。俺邪魔ですかね。俺そこに座ってみましょうかじゃあ。うん、そっち。あ、そこにいていいですか。ヨガの時呼ぶから。すいません。なんかヨガの時言ってください。バーバの小料理屋になんかね、いつも来てる常連みたいな感じですね。本当ね。すみません、いつも来てる。いいチコスペシャル。これね、誰にもらったかと言いますと、小島さんのマネージャーさんの女性の方いらっしゃったじゃないですか。あ、女性の方ね。あの方が大分出身で、で、このいいチコのすごいいいやつ、いいチコスペシャルっていうやつ。あー、いい香り。しいたけのだし汁を鍋にかけます。そうそう、捨てないでね。はい、捨てないで。はい。しいたけを切る感じですね。それが五目の材料になっていきます。切ってる間に行かしてもらいます。お母さん、すみません、ちょっと飲みながらで。いただきます。あ、硬い。うまっ。ああ、美味しいですね、これは。結構量が、椎茸の量がすごいですね、やっぱね。これはかなり具沢山の五目ご飯になりそうですね。入れます。五目の具を今から煮込みます。結構多いな。たけのこ。あ、今湯がいてるんですか。美味しそうですね。それまた。左利きなんですもんね。そうですね。左利きだから一緒ですからね。今からお湯沸かしてたけのこ入れます。あ、ここでたけのこ入れる。あ、いいですね。なかなかたけのこ料理なんか食べれないからな、嬉しいな。この時期美味しいですね、たけのこね。そろ味付けていいかな。砂糖入ります。自分量です。誰に教えてもらったんですか、お母さん。料理を。最初ね、新婚の時、カレーだけ、美味しい。ああ。最初はこういうこと、そしたらもう10年ぐらいね。美味しかった。そんな時期も新婚の時代もそんなあったわけですね。料理一生懸命作って。それで毎日もう試行錯誤しながら覚えてた感じ。今これ何入れたんですか。醤油入りました。紫。すみません、お醤油入りました。はい、お醤油入りました。みりんが入ります。あ、みりんが入ります。はい、みりん。分量です。はい。あ、ママ帰ってきたの。あ、ママ。あららら。帰ってきました。どうぞどうぞ。お店今バーバーの店みたいになってる。あ、本当ありがとう。ママ、どうぞどうぞ。味見してやろうか。ちょっとしてやろうか。若おかみで。そうね。おかみがね。ああ、親子でやってるお店なんですか。私が最終決断の味を。最終決断をする方なんですか。逆じゃないそれ。なんで。普通は逆ですよ。あ、そうなの。普通はね、師匠が最終決断。そうだよ。ああ。オッケーオッケー、大丈夫。美味しそうだけどこう。なんかいいじゃん。豚こまが入りますか。これどっちに入る。今度はたけのこに。たけのこ。味噌汁の方に。ああ、そうですか。いいな、この店あったら行っちゃうな。P 来て。わかりました。持ったりしないでしょ。え、持ってない。そんなことしませんよ。すごいな。豚肉はすることだった。豚肉が。ちょっと煮込んじゃって。これ自分で作る店なんですよね、ここはね。セルフ作った美味しいもんね。あ、そうですか。だから安いんです。あ、安いんですか。全然ちょっと値段とか見ないで来ちゃったんですけど。これどのぐらいなんですか。これ今日はですね、仕入れがあれだから1杯1000円とおつまみ500円、1000で、あと設定2000円でございます。本当に安いじゃん。激安だろ。料理入ってませんよ。この頼んじゃった。これとこれですよね、うん、全部入れて。あと何倍飲まれますか？何倍って決めなきゃいけないの？じゃあ別に決めなくてもいいですけど、先に決めた方が安くなります。何そうする？飛行機と一緒です。飛行機、はい、どういうこと？意味があるんですか？どういうシステムですか？システムが本当わからなすぎて。飛行機と一緒。早く言ってくださった方がこちらも。早く言ってくれるっていうのは、当日だと高くなるみたいな話。そうですね。事前予約しておけばちょっと割引になるみたいな。どうされますか？3倍。あ、3倍で終わりますか？本当？それ以上になっちゃうとすぐ割高になりますけど。店的にマイナスなんじゃないですか？5杯目。店的に5杯目しておきましょうか。うん、じゃあ5杯で。そのシステム変えたらいいと思いますよ、そのシステム。3万円でございます。高えな、これ急に。帰りますか？どうぞ、帰ってください。どうぞ、帰ってください。誰も来ないでしょ、この店。誰も来ないよ、この店。高くないのよ。この間、みなちゃんから、お味噌もらったの。みなこファミリーのみなちゃん。みなこさんが、ほら。何これ、あんこみたい。これ、みなちゃんありがとうね。すごいね。花さんちょっと食べてみて。ありがとうございます。すみません。これはサービスですね。みなこさんの。違います、それ。1000円もするの、これ。はい。いらねえよ、だったら。いらないですか。そう。キュウリスティック。おいしい。おいしい。うん。マジ。うん。うまい。美味しい。私も飲んでも。いや、もちろん。ありがとうございます。はい。いいね、この店。これ、みなちゃん、これで安いやん。面白いよ。似合ってんじゃん、バー君。みなこさんくれたんだ。そう。いただきます。はい、バーも乾杯。そうです。すみません。どうもお疲れ様です。お疲れ様です。無理しないで。美味しい。いいですね。お母さんがそれはお刺身買ってきたんですか？そう。それトッピングに使うの。トッピングにね。でもなんかお母さんのご料理はスーパーでこう買えるからいいよね。スーパーで買ってきたら結構忙しい人、ご飯炊けた。いい具合に炊けてるわ。もう炊けてますか。どうす酢飯にするんですね。酢飯で。便利よね、これね。便利ね。あ、それ入れればいいんだもんね。あらせず千入。またで千入か。ごめんなさい。こんぐらいですかね。さすがに吹っ飛ばないでしょう。後ろで吹っ飛ぶみたい。吹っ飛ぶわよ。ね、おりえちゃん来ました。うわ、枯れてきたね、なんだ。こっちがすごいね。うわ、こっちがすごい。ちょっと冷えピタ貼っとこうか。ちょっと冷ますだけ。ここ貼っとこうダメなんだこれ。表までください。開かないんだよね。ここが切れちゃってるから。こっちは大丈夫だったんだね。こっちはね、でもこっちもとりあえず貼っとこうか冷えた。あざす。冷やすだけでやっぱね腫れがね全然違うんだよ。意味わかんないね。なんでそんなね。昔の人ってどうしてたんだ。江戸時代とか鎌倉幕府の時。嫌に振るな。なんで幕府に。だって痛いから。名人痛ぐらいわかる。笑えないんだよね俺。鎌倉幕府って。鎌倉幕府。なんて言うんだっけ。鎌倉時代。親知らずがいても抜けないでしょ。麻酔もないじゃん。弥生時代とか。最悪だよね。今の時代に生まれてよかったね、りゅうちゃんね。もうこんなね。あざす。あざす。いやー、笑えないんだよ。笑えないね。全然食べれないもん。柔らかいの。ちょっと柔らかいの。入れようかな。入れます。さあ、それでもう煮詰まった五目を入れます。はい、汁気はめちゃめちゃしょうがなく。もういいですね。ああ、美味しそう。美味しいかな。うちも前 YouTube で2回ぐらいしたよね。やってくれたね。花輪にこう切ってもらってね。ああ、あれはね。いいかなこれぐらい。あ、いいじゃないですか。おお、美味しそうだな。わあ、いいですね。さあ、盛り付けていきましょう。刺身からしよう。うわー、いいっすね、お母さん、それ。あららら、美味しそうだな。イエーイ。お、ということは、これはもう、五目ちらしはできましたか。できた。はい、できた。よっしゃー、美味しそう、できました。うわー、美味しそうじゃないですか。お母さん、ありがとうございます。めちゃくちゃうまそう。美味しそう。味がどうかな、美味しかったんだけどね。花輪チャンネル。はい、完成しました。やった。しゃ。ばあばが作ってくれた、しょうちゃん、こればあばが作った五目ちらし寿司。それと、これたけのこの味噌煮でございます。美味しそうだね。美味しそうだね。うん、美味しそうだ。ちょっと実は寝起きでございましたね。練習終わって、ちょっと昼。寝ちゃってたね。寝てたね。ねえ、しゅうちゃんね、美味しそうでしょ、でもね。めっちゃ美味しそう。よし、じゃあ、ばあば、ありがとうございます。すみません、今日は。じゃあ、いただきましょうかね。じゃあ、しょうりくん、お願いします。いただきます。いただきます。じゃあ、ちょっと、私から行かせていただきます。ばあさん、すみません。五目ちらし寿司。いただきます。どうかな。どっちだろう。美味しい。美味しい。3つです。めちゃくちゃ美味しいです。美味しい？めちゃくちゃ美味しいですよ、本当。これ最高。椎茸の出汁がめちゃくちゃ出てて、めっちゃ美味しい。あ、それどうだ。エビ好きだね。エビ好き。エビ好きだね。うまっ。うまい。どうだ、しょうり。うまっ。うまい？うん。うん。はい。うん。うんうんうん。どうですか？うん、美味しい。美味しい。うん。そしてじゃあ、たけのこもいただこうかな。うんうん。食べたら。はあ。うまっ。美味しい。これはうまいですね。すごくそのちょうどいいですね。ちょうどいい。全然濃ゆくないから。うん。なんだ。あっさりしてて。めっちゃうまい、ほんと。食べな食べな。たけのこは違いますね、水煮と。うん、違う。めっちゃうまい。おいしい。マジうまい、この味噌煮。大好物。ありがとう。はい、どうぞ。サーモン好きだから。サーモン好きだから。どうですか？うん、おいしい。もうかなりしまくっちゃうよ、ほんとに。いいですね、これね。あっさりしてるね。これも簡単できるからいいですね。簡単だもん、簡単。たけのこの味噌煮みたいなのは意外とこれ喜ばれますよ、絶対ね。めちゃくちゃ美味しいわ。ね、しょうりね。めちゃくちゃ美味しい。ママの美味しいとご飯ね。ママのも美味しいね。パパのも美味しいね。ほ今まで作ったのって数えるぐらいもないよね。作るといえばチャーハン何回作る？2回。しょうりが生まれてきて2回。少ないな。止まんなくなっちゃうから、本当に美味しいから。はい、さあということでまして今日は、ばあばつキッチンということでお母さんにねたくさん料理作っていただきました。ありがとうございました、本当に。ありがとうばあば。めちゃくちゃ美味しかったです。ねえ、本当にね、しょうちゃんどうでした？めっちゃ美味しかった。美味しかったね。はい、ということでございまして、これで皆さん真似してみてはいかがでしょうか。ということでございまして、お母さん本当ありがとうございました。ありがとうございました。はい、まだ食べてますけれども。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。